4年前に、義妹がオーストラリア旅行をするとか言って、何か買ってきて欲しいものがあったら、買い物代行するよ。って言われて、特にないからいい、って断った。でも、何かあるでしょ？オーストラリアだよ。ってしつこい。オーストラリアだから何なのよ。と思いつつ、うん、特に欲しいものもないし、って断ってるのに。数日後には、本当にいいの？遠慮はいらないよ。とか言ってきて、でもまた断った。なのに、出発の1週間前にまた？遠慮とかいらないのに。マジでいいの？って、断っても、出発までにまた言われるんだろうなぁと思って。面倒くさかったので、1万円渡して。財布の中に万札しかなかった。じゃあ、剣道のハンドタオルを2、3枚買ってきて。残りは、向こうでお茶代にしていいから。って言った。帰ってきて、お釣りだなんだってやりとりするのが面倒だったから、お選別のつもりで。それに、正直言って、あのしつこさは、お選別を求めてるのかなって、ちらっと思ったから。ところが、帰国後、義実家で会った時に、ティムタムのお菓子を3つ。これ、お土産、って渡されて。ハンドタオルは？って聞いたら、ああ、忘れてきた。今度ね。って言われたんだけど、その今度が何度かあったのに、ハンドタオルは渡されていない。こっちも何が何でも欲しいから頼んだわけでもなかったので、気づいててもスルーしてたんだけど、この間、義実家で久々に義妹と鉢合わせたんだが、お盆に北海道に行く予定を立ててるみたいで、白い恋人買ってこようか？って言われた時に、なんかカチンと来て、そんなことより、オーストラリアのハンドタオルはまだ？って聞いたら、横にいた義母が、何？って聞いてきて、ざっくり説明したら、義妹、真っ赤。義妹、オーストラリア行きは、直前で彼氏と大喧嘩して行ってなかった。ティムタムのお菓子、なんか剥がした跡があったから、カルディ？って思ったんだよね、実は。行かなかったなら行かなかったでいいんだけど、自分から、しつこく買い物代行って誘ってきたんだから、ちゃんとお金は返そうって、なぜ思わないんだろう。こう言ってはなんだけど、40にもなって、そんな常識もなくて。旅行の寸前に、彼氏と大喧嘩して、キャンセルとか、10代の小娘でもあるまいし、恥ずかしいったらない。そんなことで、いい歳して母親に叱られて真っ赤とか。もう、本当に見てるこっちが恥ずかしい。旦那やもう一人の義妹や義父母の間でも、この義妹の存在は、将来的な懸案事項になってるんだけど。きっと治るものでもないんだろうし、本当に嫌。